はい、えー、浜崎あゆみさんねさ最近なんか <laughs> まあ CD も売れないしネットでのやつもねあんまりダウンロードっていうかインストールというかそういうことも <laughs> あんまり話題にならなかったよねって <laughs> あの本当にこの最近だと 最近でもないけど結婚をしたかどうかとかけえー、なんだっけそうそう妊娠した時に <laughs> 未婚の母になるっていうことで話題になったりお父さんは誰かっていうのはねすごく話題になりましたで二人子供ができてそのお父さんは二人とも 同じお父さんだっていう話が出ていて、まあそれも <coughs> 誰なんだろうっていう話があったけど、まあそれとは別にね、<laughs> あの、12月7日に放送された <coughs> FNS の歌謡祭に出ていたんだけども、あのー、2曲、 披露してたんだよねー、うん、っていうのが <laughs> いろいろとね噂されていて自身あ浜崎あゆみさん自身,の自身がテレビで初披露とあっての浜崎あゆみさんの SNS で、えー、とこの曲を歌初めて歌いましたとはいかがでしょう いかかがでしたでししたょうかっていうふうにツイートしただけどもまあ初めからほぼほぼ初めから見ていた人だったり途中から見ていた人でも浜崎あゆみさんの、ね、歌ってたこところを見た方なんかを見てみるとなんかすごく違和感感じるっていうのがあったらしいんですね。 私は見てなかったんであの、よく分かんないんですけど顔つきもなんか違うね本人かなっていう感じのだし声も歌い方も完全に違ってたけど誰なのあの人ってあの、似てる人がねいたりとかものまね芸人さんだったりもそう,そうだし まあ、マネモノマネを初級,初級王としている方 <laughs> っていると思うんですよ。まあ、それは浜崎あゆみさんだけじゃなくね他のレパートリーとして宇多田,田ヒカルさんに似てるとかっていうのがあったりとかするんだけどなんかすごく違和感を感じているんだよねって。<laughs> うんで 他の歌も歌っていたんだけども「この人はこういう顔だったっけ?」っていう言い方もするし目元が違いすぎて別人がカバーして歌ったのかと思ったと。発声の仕方も違ったし浜崎あゆみさんの顔が全くアップにならなかったのは何でだろうっていうね。 別人に見えて仕方がなない一体誰なのって「そっくりさんなんですかね?」みたいな感じで、えー、本人の見た目や歌い方がそれまでの「へいへいへい」だったりとか「ミュージックステーション」とかそういうところで歌っていた彼女とはまた別人じゃないかっていうような感じでねすごく違和感を感じた。 っていうか声が出ていてカメラマークも不自,然不自然だったっていう声が相次いでいてる <coughs> どうなんだろうねあの歌い方を変えたっていうのもあるだろうねあくまでもこれは私の意見ですよ歌い方を変えたとか、えーま、メイクの仕方を変えて ちょっと本人じゃ今までの浜崎あゆみというねメイクの仕方とちょっと違ってて派生の仕方だったりっていうのをトレーニングし直したりして今までの浜,浜崎あゆみさんの歌い方と全然違ってるとかそういった 感じじゃないのかなとか思ったんだけどうんその詳しい人詳しい人っていうか、まあ、詳しい週刊誌の記者がまあ歌話というか噂話の類としてあのその人の記者のまあ友達なのか何なのかのファンの方 から聞いた話を明かすんだけどもって <laughs> でね実は45年前からえー、まあ浜崎あゆみさんが自身の全盛期に歌っていた楽曲を <laughs> コンサートで披露する際に「あれこの人違うんじゃね?」っていうようなことを <laughs>。 まあ、思われるようなことがあったらしいんだよねコンサートだったりとかすると遠目だと、まあ、浜崎あゆみさんっぽい感じの化粧だったりとかメイクと、えー、体型と歌い方と髪 <laughs> み方をすればなんとなく「ああ浜崎あゆみさんだ」って思うけど。 近くの人だとどうなんだろうね <laughs> バレるんじゃすぐ分かるんじゃないかなと思うんだけどそれでも4 5メートルこう離れてるんでで、自分もこう、ね、ファンの方もボルテージが上がってるからその違和感っていうのはないのかなと思うそういうゴーストシンガーの存在がまあ 新しいといとう話ですね <laughs> もちろんこの歌謡祭の浜崎は別人ということはないでしょうけどもねってうん。でもまあいろいろと、まあ、そういう疑いの目を向けられる彼女でございますけどもえっと都市伝説としてねいろいろとあって。 彼女に対してね、デビューの年の1998年から2000年前、2000年代前半にかけて、偽の鮎と言われている浜崎あゆみに扮した偽物っていうのが、町、まあ、をカップしていたんだって。っていうのを都市伝説として流れていた。まあ、証言によると、 えー、スタッフさんらしき人々を大名行列に従えていた。ああいうねああいうねって、まあ、若い頃の10代10代っていうのかな、まあ、20代前半の <laughs> 浜崎さんの口調っていうのが生まれていたっていう点があった。でかつて。 放送されていた「へいへいへい」で浜崎さん本人が何だっけその,その似せ合うか分かんないけど、まあ、ドン・キホーテに入っていくのを見たって明かすなど、まあ、浜崎さんには偽せ者がいるっていうのがまあ人々の通説になっているまあ <coughs> さっきも言った そのメイクを違変えてみた発声も,のも発声も歌い方もちょっと変えてみた練習し直したとかねそういうので、まあ、変わってしまったように見えるのか、まあ、そもそもその偽アユと言われる人たちがいるのか、まあ、もちろんその歌手 であったとしても同じこう状態でキープされているかっていうとそうだよないし特に女性なんであの次に一、ね、回ねあの生理があったりとかしててちょっと気持ちの持ちようがこうアップダウンすることがあったりとかするし何か彼女の場合その自分が嫌だなと思ったことが顔に出てるイメージがあったりとか。 っていうのもあるしハン・アユハン・アユっていうかちょっとどうなのって思ってる人たち浜崎さんに対してね「その私ツイッターとかしたことないんですよ」とかブログとかねそういうの全然わかんないんですよ携帯もね携帯もっていうかスマホもあまあスタッフさんとかに教えてもらいながらやってるんですって。 で、テレビとかで言ってるんだけどすごくきょとん顔をするんだってその浜ちゃんだったりまっちゃんがこうこうこうでこうでしょうっていうのは難しいことではないのに「え何それ私知らない」っていうようなことを言ってる割にはツイッターをすごく、ね、連打するとかね <laughs> そういうのがあってわ、まあ、ざとすぎるよねって痛い女だよねっていうふうに 言われがちなんだよね、まあ、そういうこともあって、まあ、そういうのもニあゆさんがツイッターやってんじゃないかとかっていうふうに言われるのかなまあ噂は結構あったよねうんただそれが本当かどうかっていうのは本人からまあ話をしていないんでまあ引退する時に「実は?」みたいな感じで言うのかは分かんないけど どうなんだろうね。はい。皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。